はい、ここに日本刀が一振りあります。こうして全体を見て、これを形と言わないんですね、日本刀の場合は。あたかも人間を指すのとこう姿と言います。短いものでも長いものでもこの形はと言わないんですね。この姿は平安末期から鎌倉初期の立ち姿であるっていう、そんな言い方日本にはするんですね。でここがいわゆる中子と言います。こっちを上、こっちを中子と言うんですね。刃物なんか込みなんて言うんですけど、日本刀の場合は中子と言います。これ作者名があったり、制作年月日があったり、あとこの中子の肉を整えるためにヤスリがかけられて削られた、その跡がその刀鍛冶の個性ですか、特徴として捉えることができるぐらい、そういうものが残ってます。だからここに開いてるのがめくぎ穴。刀ってこう他の刃物に比べると穴が実は大きいんですね。この大きい理由はこれを止めてるのが竹なんですよ。こういう竹で使うとここを止めるんですね。古い時代は金属でも止めてます。で直刀の時代は本当に小さい2ミリぐらいの穴が2箇所ポンと開いてて、それを柄にかしめてたんですね。ほらこうやって腕刀になってくると、こうやって柄から抜け、柄から抜くことができて、幅剣も外して、いわゆる丸裸になっちゃうんですよ。実はこれ日本刀だけなんです。外国の武器というのはほとんどここかしめてやって、外れない、なくなってるんですね。なぜかというのは、これを手入れをするために、ここまでやらなきゃきれいに手入れできなくなるんです。そういうことがあって日本刀は簡単に着脱できるようにこういう竹の目くぎ一本で止まっている。じゃあこれ折れたら危ないと思いますよね。実際に折れることもあります。で物の記録によると、昔の侍は自分の刀に合わせて目くぎを何本か常に袂に入れていたと、そういう記録もあるらしいです。それから刃文ですね。これ今白く見えている部分、白い部分の方が硬い状態です。こっちが柔らかい。これ焼き入れによって瞬間にこういう状態に分かれるんですが、それをライトにこういう感じで、刀にライトが映るようにしてその前後を見ますと、刃文という美しい文様が浮かび上がってくるんです。それは焼き入れによってできたものをこうして見えるように非常に丁寧な細かい砥石を使って研いだ研磨が、こうやって目に美しく見える状態に仕上げているわけです。これも日本刀独特のものです。それから地金、大きい意味ではこれを地金って言うんですね。ところが日本刀になりますと、このいわゆる黒い部分、ここの部分の肌模様であったり、それからここの黒い部分の感度であったり、そういうものを地金って言うんですね。地面の地に鉄と書いて地金と言います。そこには先ほど言ったように鋼が鍛錬された跡が細かい模様になって見えることができます。それを多分昔の人たちは、今のようにこう電気がありませんから、ろうそくの光ですとか雨戸を閉め切って節穴から漏れる光で鑑賞したらしいということが伝わっております。こうよく曲がってるっていうんですが、これ実は反りっていうんですね。曲がりっていうのはこれがこうぐにゃぐにゃになるのが曲がりで、これは反ってる。で反りってどうして測るかというと、胸町と浜町があって、胸町と
切っ先を結ぶ直線、この間の寸法を反りの寸法と言います。例えばこれが8分なら8分の反り、5分なら5分の反り、一寸なら一寸の反り。その反りはこの長さとこの数字というのは時代によって少しずつ変化していきます。ですから、あの刀を見なくても長さと反りを聞いただけで大体あの時代の刀かなっていうふうにこうイメージできるように勉強するとだんだんなってきます。勉強しましょう。刀っていうのはここずっと刃がついてて切れるようになってますね。で刀っていうのはこう切るだけでなくてこういわゆる突くということもあるらしいんですね。でそのためにこのここから先ちょっと日本刀独特の形してるんですが、この部分を切っ先というんですね。この辺に方という字が出て切っ先と言います。で切っ先の中にも実は焼きの入った刃文が見えるもの。この切っ先の刃文を特に帽子って言い方するんですね。あの頭にかぶる帽子って同じ字書きます。でなんでそこまでこう区分けするのかなってことなんですが、実は刀を焼き入れるときにここ幅広くて厚み厚いですね。でここから急激に幅と厚みがなくなってるんです。ですから火に入れた時にずっとこう赤めてきますと、ここに筋がありますが、後で説明しますが、ここを境に切っ先が先に赤んでくるんですよ。温度が上がってくるんです。つまりこの筋のところが温度上がりにくいという現象が起きるんですね。これはこの形からくるあの結果ですのでどうしようもないです。そのためにこの切っ先に品格のある刃文を入れることが非常に難しいんです。ですから刀を見てずっと美しい刃文だなというものを見て、切っ先の刃文つまり帽子を見た時に非常に美しいものに仕上げてれば、これはやっぱり名刀だなということなんですね。ところがずっと途中いや入ってんだけど、この帽子の刃文を見た時になんじゃこれはってなってる。それはあまり上手な刀工がやったもんでね。つまり刀工の技術がここでよくわかる、そういうことになってます。で先ほどこれ姿って言い方したんですが、人間に例えるとここが顔なんです。だから姿勢が良くて顔立ちがいい、人格的にも優れているって見えると思うんですね。それが刀で言えば名刀になるわけです。それから大半の刀には太刀であればこっち側に、この刀を作った刀工の名前が鏨で切ってあります。で裏側にはないのもあるんですが、製作した年月日が鏨で切ってあります。こっちを表名と言います。年月日の方を裏名と言います。まあ、基本はこうなんですが、表に作者名と制作年月日を同時に切る場合もあります。書き下し名という言い方をするんですが、ほとんどはそういうふうな切り方をします。からたまたま両方とも名がない、いわゆる無名という方も存在するんですね。まあ、いろんな理由から名を切らないで残ったものもあります。そういうことです。